東京都議会議員選挙まで1ヶ月余り、小池知事が都民ファーストの会の代表に就任することになりました。都民ファーストの会の代表に就任はなさるんでしょうか。その予定です。小池知事はこれまで都民ファーストの会の特別顧問でしたが、来月1日の総決起大会で代表に就任する予定です。都民ファーストの会は7月の都議選に向け、これまで45人を公認していて、公明党などとも選挙協力を結んでいます。会ではこうした勢力と合わせて過半数の議席獲得を目指しています。